どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。極真の栄えある第1回世界大会に外国人としてただ2人ベスト8入賞を果たした外国人チャールズ・マーチン。しかしその実力はそれまで外国人選手には下段回し蹴りというものを普及させておらず、実際下段回し蹴り禁止の大会も多かったのに、さらには判定自体もやや日本人寄りのものであったかもしれないということ。当時32歳というその頃の常識で言えば全盛期をずれているかもしれないという事実も加味し、極真史上最強の男の一人ではないかというお話をさせていただきました。そして今回はそういった彼を取り巻く事情、そこではなく実際の戦いの経緯、その真実、それを追って皆様に紹介させていただきたいと思います。チャールズ・マーチンは来日時洗練されたスーツを非常にスマートに着こなしており、言われなければ空手家だということはわからないかもしれないと最初見た時は考えました。彼は試合前、今度のような大会では総当たり戦にすべきだと思いますと語っていました。出場する選手は肉体的にも精神的にも、それを目標に鍛えているんです。空手の理論を勉強して実際に体で技を覚え込まなくては空手を学んだことにはなりません。さすがは人間空手を標榜する中村忠の精神を受け継ぐ。自らが道徳、試合で勝利、そういった言葉は一切聞かれませんでした。そして熊殺し、ウィリー・ウィリアムスとの組手でも身長では上回る相手にもかかわらず、右の正拳突きを中心に回し蹴りを組み合わせ圧倒している様子が見て取れました。その体格は身長190センチ、体重は107キロにも及ぶと言われ、それはその当時のウィリー・ウィリアムスの193センチ89キロはもちろんのこと、前世紀の196センチ100キロと比べても上回るものである。現在で言えば北欧の暴風と呼ばれた近代フルコンタクト空手の頂点に立ったともいえる島本雄二に体重別の全世界大会で圧勝したこともある。ルーカス・クビルースと身長188センチ体重106キロとほぼ同等といえる。しかしその引き締まった体からはそれほど質量があるとは考えづらく、どれほど鍛え固められた筋肉を有していたというのでしょう。そして迎えた世界大会、残念ながら序盤で敗れてしまったウィリアム・オリバーとともにルール説明の模範演武を行い、第1回戦をイギリスのジェイ・ボーグと対し、軽いセットワークからものすごい右正拳突きを左脇、気合と炸裂音がすごい。さらに左回し蹴りからの石切りで対戦相手が1回転、再開後も飛び回し蹴りからの右正拳突き、右足でかけてバランスを崩させてからの左長段回し蹴り炸裂。そして続くイスラエルのギドン・カダレとの戦い、身長は185センチにして体重は驚きの120キロ、体格的にはほとんど上回ると言っても構わない差があります。さらにカダレはイスラエルのチャンピオンにして空手四段、その上柔道四段も所持しており、日本で3年修行しているという間違いのない強豪中の強豪。そんな相手にチャールズ・マーチンは低いところからじっと構え、攻撃をかわし胸への右の正拳突き、さらに脇腹への右正拳、左右と畳みかけ左回し蹴り、右正拳突きを放ち距離を取る。開始わずか20秒、相手の突きをかわして、そして相手が下がっていくのに合わせて前に出る。
その勢いを利用しての後ろ回し蹴り一閃。カナレはまるで死んだかのように力を目を閉じて仰向けへ振ったわけ。そのまま沈黙。石が駆けつけ担架で運ばれ、そのまま病院送りになったといいます。すごい、こんな大技すら使えたし、それをこんな男を相手にぶち当てるとは。そして続く戦いではジェットキボーイと呼ばれていた日本若手の後輩東谷さんと対戦。距離を取って外人対策であるローキックを放つ東谷さん、それに対してチャールズ・マーチンは飛び跳ねるようなステップを持ち、後ろ回し蹴りをさばきながら、そのままくるくると回しての膝蹴りという妙技を見せています。競技的ではない武道としての体、右正拳付けを追い込み背中を見せて倒れ込んだところを飛び上がってよける後ろ回し蹴りの後の一瞬の隙を突いて飛び込んでの右正拳付け、まるで伝統派のような技。そして東谷拓実の下段回し入れはなんと飛び上がって回避。身長190cm、 体重107kg あるのに、さらにかわしての正拳突きから飛び上がり、延長でもぴょんぴょん飛び上がり、飛び後ろ回し切りをさばいて倒れ込み、攻め込もうとしたところ師匠である中村達也にぶん投げられ、なんちゅうパー、繰り返すよ、身長 190cm、体重107kg あんだぞ。ローキックを飛んでかわしての正拳突き、完全に勝ちパターンを見極め、場外になりそうになりバランスを取ろうとしたところ、やはり中村忠志也にぶん投げられ、苦々しい顔で座して待ち、場内の笑いを支えます。最後はローキックを完全に飛び上がって宙を切らせ、文句なしの判定なし。今のところも全く資格が見当たらない。というかこの時点できちんとしたアスリート受け、そしてチャールズ・マーチン自体が下段回し蹴りを身につけていた。一体どれほどになったのか想像することすら恐ろしい。ついに準々決勝第5回全日本大会に、あの日大の花山崎輝友を破って優勝を果たし、堂山初男との対決、開始早々からローキックを放つ堂山初男、さらにローキック、それをチャールズ・マーチンは足を流して威力を壊す、さらには体を浮かしてもっと威力を壊す、さらにさらには完全に飛び上がり空を切らす。この人どうなってんだ、とんでもない、ほんと瞬発力診断力。足を跳ね上げ着地と同時の右正拳突き、それが牢山初男の左脇腹を捉え、延長に入り、さらに間合いは近くなり、ぴょんぴょん跳ねてタイミングを測る、その正拳突きの迫力で当たっていないのに牢山初男が倒れる、飛び上がり上から振り下ろす正拳、その様はまるでワシ、いや大足が猛禽類の王、大空の支配者、地上の獲物を狩る姿に似ている気がした。さらに牢山はその左の三日月蹴りを外し、右の正拳突きの返し、しかしその中の牢山はそのローキック、その一発がチャールズ・マーチンの膝を捉えバランスを崩す場面が見られます。だがしかし実際のところ一発だけ、しかも膝だからそれほどのダメージがあるかと言われればやや懐疑的と言えるでしょう。もし前に前に飛び上がりながら飛び上がりながら、体重107kg で飛び上がるのは相当の体力が必要なはずですが、その動きはとどまることを知らない、巨漢にありがちなスタミナの心配など全くない、ほぼ全くのこと、正直そのように見えなくもありませんでした。しかし腹心が日本を旗を上げ、師匠である中村忠志がそれを取ってしまったあたりが彼らの彼らたるゆえんと言えるのでしょう。あの大山道場時代の天才大山康彦に果たしてどうか、白旗日本、道山の白旗日本が上がっています。
主審の中村の、はい、中村主審の判定は堂山の勝ち。はい、いい試合でしたね。両者とも素晴らしいですね。まあ、男ならこういう試合やってみたいですね。そうですか、と言わせるほどの名勝。そして最後にチャールズ・マーチンの奥さん、彼女のマーチンに対する言葉を紹介させていただきたいと思います。空手が与える影響は性格を変えるというより、それに深みを与え人間としての成長を高めるものだと思います。夫はもともと忍耐強い性格で物事に慎重な人です。空手はその傾向をより一層強くして夫に自制心を与え、自分の行動に気を配ることを教え、夫を人間的に成長させました。まさに人間から人としての成長、そして武道としての高め、そこに到達したとも言える至高の武道家と言えるかもしれません。そういった意味でも天空の支配者大鷲、その名を冠するにふさわしいという言い方もできると考えます。私はこれからも極真心三千と輝く高みに到達した武道家たち、それを皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。